皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はドライブスルーに行ってきまーす。はい、今日は急遽スタバを飲みたくなったんで、ドライブスルーのスタバを探して遊びに行きたいと思います。なので今日はドライブしながら、一緒にみんなね乗ってる気分になってくれたらなと思います。今はなんか全然わからないコンビニに、その結構途中まで来ているんで、コンビニまで来ました。ちょっとお腹空いたから買ってきます。コンビニでね、このかまぼこスティックを買ってきました。はい、ということで行ってきます。水が出てくる、熱っ。はい、私行きます。私行きます。で、食べ物は膝の上に置いていつでも食べれるように。あ、スタバのタンブラー持ってこればよかった。スタジオ撮影終わりに、どうしてもスタバが飲みたくて、スタバに向かっております。田舎チックな場所に出てきたけど、あるのかい？ここに本当にスタバがあるのかい？あるのかい？ドライブスルー見つけたよ。バイバイ。これほんまにドライやってるわ。ドライブスルーします。ちょっとこっち向けとこう。オーダーはこちらへ。とエスプレッソアフォカードフラペチーノのトール。あと氷を多めてできますか？ガリガリに。はい、あと、ベジタブルチキン。はい、以上で。はーい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、ゲッチュー。ちょっとどっか泊まりたいな。私出てきちゃった。泊まりたい。あ、開いてました。すいません。いただきます。おー、エスプレッソや。うまっ。
下の方にめっちゃ溜まってる。うま、氷カリカリ最高。はい、カメラの充電が切れてしまって今携帯から撮ってます。なんか公園みたいな河川敷みたいなところに着いたんで、そこで食べたいと思います。はい、というわけでちょっと陰でなんかいい感じのとこ見つけたからここで食べようと思います。結構飲んじゃったけど、なんか一人でピクニックしてるみたいで、今回この買ったのがアフォガードのフラペチーノです。でアイスを多めにしてます。アイス多めにすると結構ザクザクしたりとか、あとあのフラペチーノがなんか長持ちしやすいから、そういう意味でおすすめです。ちょっとだけ氷が残ってます。分裂しやすいのでなんかそこだけ気をつけてほしいかな。で今回これ初めて飲んだけどすごい美味しいです。なんかアーモンド効果みたいなやつにすごい似てる。美味しい。てかこの絵なんか綺麗すぎん。でベジタブルチキンのサラダラップを買いました。よいしょ。ベジタブルチキンはこんな感じです。なんかパプリカとか、あとチキンとレタス系とサニーレタスも入ってる。あとキュウリも入ってます。キャベツも入ってんのかな。あと玉ねぎと人参が入ってます。キャベツ入ってるわ、が入ってます。それじゃあ早速いただきます。うんふん。でどっちかっていうとなんかサラダを結構堪能できる味がしてます。え、こういうとこでご飯するのもいいな。てかめっちゃいい人気のここ、誰も来へん。車通ってるけど。なんかチキンがめっちゃ変わってんな。なんかふにゃふにゃしてる。お疲れ様でした。ちょっとさ、三つ葉じゃないわ、四つ葉のクローバー探ししていい？怖かった。今の顔面につくかと思った。ほんまに嫌やった。焦った。ちょっと次こっち。うわだからもう虫ほんまに嫌やねって。あった四つ葉あったで。ほんまに四つ葉のクローバーありました。なくなった。はい、この四つ葉のクローバーは持って帰ってしおりとかにしたいと思います。
はい、ということでドライブ動画のつもりがなんか一日の休日みたいな感じになってしまったけどとスタバを無事に買って食べることができました。イエーイ。大自然に囲まれて幸せなお昼ご飯を食べれてよかったです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたね。みんなにも幸せなことがありますように。バイバーイ。